DVD ビデオ、DVD ビデオ、DVD ビデオとは、DVD フォーラムで制定された DVD に、複数の映像、音声、字幕を記録するアプリケーションフォーマット、企画である。1996年に製品の発売が始まり、以後世界的に幅広く普及している。それまで、映像パッケージソフトの主流だった VHS、ビデオ CD 等に比べて、 高画質、改造感が高く、DVD の早送機には、プレイヤーのカタログなどでベイタカムなどの放送局用 VTR に迫る画質と謳われることもあったであること、コンパクトディスクと同じようなメディアの扱いやすさ、操作性の良さ、対応機器の低価格化などにより、特に2000年代に入ってから、再生専用ソフトに関しては VHS を置き換えるほど普及した。DVD ビデオは、 一般的には DVD、ビデオフォーマット規格で映像データが記録されたディスクを指すものとして用いられ DVD に記録されたデジタルビデオ全般を表すものではない詳細は DVD 用用途を参照記録フォーマット名として明確に区分する目的で表現する場合は DVDVF、DVD ビデオフォーマットが用いられる場合もある一方本来は単に DVD という場合は、DVD、ビデオディスク自体のことを表す言葉になるので解説、説明をする際には、紛らわしさを避けるように注意する必要がある。解像度は、同じ720-480であっても、重要比は4、3か16、9に、ソフト側で固定されている。ただしシネマスコープなど16、9よりも横長な映像は、 垂直480本の解像度の一部しか利用できない NTSC の合わせ。パルは576本。詳細は画面サイズを参照。ディスクが指定するアスペクト比と再生環境を合わせるため DVD プレイヤーにはレターボックスパンスキャンの機能が搭載されている。四三のテレビで十六九の映像を再生する場合、上下に黒帯を付加して、 全体を表示するレターボックスか、左右端を切り取って中央部分を拡大表示するパンスキャンかを選択する。ただし映像ソフト側でパンスキャンを許可しないものが多く、これらは強制的にレターボックス表示となる。16、旧型のテレビ等で4、3の映像を再生することは DVD ビデオ企画の上では考慮されておらず。 プレイヤーとテレビ等のどちらかで左右の端に黒帯を付加する処理、ピラーボックスを行う必要がある。標準で PCM ドルビーデジタル AC-3 オプションで DTS や MPEG オーディオ画ス -2、MP2 なども利用可能である。地域によってその他の音声フォーマットにも対応する。PCM の量子化ビット数は16ビット、24ビット、 サンプリング周波数は 48kHz、96kHz が利用可能であるため CD、16ビット 44.1kHz、より高音質となる。複数の音声を同時に収録することができる、マルチ音声収録が可能。ただし、冷圧縮 PCM 音声でステレオを超える、マルチチャンネルを収録することはできない。再生時にユーザーが、 好みの音声1種類を選ぶ。企画上は8ストリームまで利用可能でそれぞれのストリームに 1CH、2CH、5.1CH などの音声を割り当てられる。例えば2チャンネルステレオ、PCM、5.1チャンネルのサラウンド音声をドルビーデジタル、または DTS で収録する。また、海外の映画作品などの場合、といったものが多い。これにより、 海外の映画作品が VHS では字幕スーパー版、日本語吹き替え版と2種類のソフトを発売しなければならなかったのが DVD なら1本に両方とも収録できるようになった。市販の DVD レコーダーでは DVD、ビデオフォーマットでのマルチ音声収録に対応したものは2009年現在発売されていない。加えて DVD、 ビデオフォーマット規格では再生専用機でも含めて、音声アンネルの左右切り替え再生を許容していない。ことから、DVD レコーダーを用いた場合、テレビ放送の2カ国語放送、多重音声放送を DVD、ビデオフォーマットで2カ国語再生が可能な形式の記録不可能になっている。DVD、VR フォーマットでは可能。当日も参照のこと。映像データとは別に、 字幕専用のデータを収録し映像と重ね合わせて表示する再生機器側の機能ことが可能である。再生機器のリモコンなどで字幕表示の ON、OFF の切り替えが可能。ただし収録コンテンツの制作過程で映像データと一緒にデジタルデータ化されているテロップ、字幕の場合はこの機能を用いていないので ON、OFF は不可能。日本語字幕を参照のこと。 一つの場面に対して複数の映像を収録し、ユーザーが切り替えて楽しむことができる。例えば音楽ライブ映像でカメラの位置を切り替えながら鑑賞するといったことが可能になる。しかし現在の市販ソフトでは GOP 構造の制限やビットレートの制限による画質の低下や制作コストの問題もあり、マルチアングルを採用したタイトルは極めて少なく、 十分に活用されていない。真の区切りにチャプターを設定することが可能。リモコンのチャプタースキップボタンやメニュー、口述で好きな位置に移動することができ、VHS やレーザーディスクなどに比べて高いミサオ性を持つ。また、一枚の DVD に複数のタイトルを収録することができる。例えば特典映像には、 本編とは別のタイトル番号が割り当てられる場合が多い。チャプターを一覧表示し、好きな場面に瞬時に移動できるといった機能を持つメニュー画面を組み込むことができる。メニューには、静止画だけでなく動画、モーションメニューを使うこともか。メニューが適切かつ便利でなければ、ソフトの魅力を大きく損なう場合があり、DVD ビデオの重要な要素の一つである。 メニューの双方向機能をさらに発展させてゲームブックのような構造を用いた DVD、ビデオ形式のゲームソフトを制作することも可能であり、主にアダルトゲームの分野でディボドプレイヤーズゲームと呼ばれるソフトが市場に出回っている。またアニメ DVD のおまけ要素として3択クイズを再現して収録したものも存在する。アクセスコントロール技術として CSS による 暗号化が可能であり、ほとんどの市販ソフトで導入されている。その際、コピーコントロール技術として、アナログコピーガード、マクロビジョンが競れるのが一般的である。その一方で、CSS やマクロビジョンを解除して複製を可能にするソフトウェアも存在する。なお、日本では2012年6月20日に DVD などに用いられる。 CSS などの暗号型技術を著作権法上の対象となる技術的保護手段に追加する DVD のリッピングの違法化を盛り込んだ著作権消防案が可決されている。これに伴い CSS 等の保護技術を回避しての DVD のリッピングは私的複製の対象外となり違法行為となる。ただし CSS 等の保護技術が使われていない。 DVD のリッピングについては、改正後も従来と変わりはない。CSS を回避する、プログラム、装置を提供することについても規制され、刑罰の対象となる。世界をいくつかの地域に分け、リージョンコード、地域コードを割り当てることで、地域限定のリリースやリリース日をずらすということができる。DVD プレイヤーと DVD、 ビデオディスクのリージョンコードが異なると再生することができない。ただし DVD プレイヤーのリージョンコードの設定を変更することによって再生できるものがあるが、ほとんどの機種では変更できる回数に上限、多くは5回が設けられている。また、リージョンコードが合っていてもテレビ方式、NTSC や p a l などが合わないと再生できない。例えば、日本とヨーロッパ、中近東、 南アフリカは同じリージョン2であるが、テレビ方式が異なるために通常は再生できない。しかし、日本国内でパル方式に対応した DVD プレイヤーも存在し、また、NTSC 規格に縛られない機器、パソコンなどでは再生できる場合が多い。なお、香港とマカおよび台湾、NTSC 方式の DVD は、リージョンコードが中国とは違うため再生できない。 手持ちの DVD ビデオがどのリージョンあるいはテレビ方式であるかは DVD のレーベル名やケースの裏表紙に記載されている。マークは地球を模した図の中にリージョンコードが書かれている。リージョンコードとそれに対応する地域は下記の通り、暴力や性描写などがあるシーンを子供に見せないため DVD プレイヤーにパスワードを設定して ロックをかけ該当シーンを再生できないようにする機能がある。なお、英語のの発音はパレンタルであるが、日本では名詞のペアレントからの語類推でペアレンタルとカタカナ表記されるのが一般的である。ただし、設定していると内容、ストーリーがわからなくなるという弊害もある。DVD の規格上は両面二層まで可能であるが、うどまりの問題や、 パッケージソフトとして販売される性格から片面2層とし、裏面に絵やロゴ等、レーベルを印刷する場合がほとんどである。なお、両面再生型が存在する LD プレイヤーと異なり、DVD プレイヤーには、両面自動連続再生可能なものが存在しない、ため、2枚組でも、両面1、2層でも入れ替えの手間はあまり変わらず、ケースへの出し入れの手間が省けるだけである。むしろ、 オートチェンジャー型の場合は2枚組の方が入れ替えの手間がかからない。記録面が汚れる可能性があることを考えるとユーザーからすれば片面ディスクの方が扱いやすい。両面2層は心の旅路特別版等をごく少数に止まり、両面一層も風と共に去りぬ通常正規版陽気な踊り子正規版燃えよドラゴンアマデウス通常版戦え ミクサー一等、少数に止まる。ワーナーの主にテレビシリーズに集中し、ワーナー以外では、極めて珍しい。DVD の普及後期には、両面仕様で発売されたソフトも片面二層仕様で、再発売されるものも多かった。ディスクを入れ始めた直後などに映る注意が空きや、ロゴアニメーションの部分では、早送り、早戻し、一時停止、もしくはその一部の操作ができない。 禁止されていることがある。中1、日本など NTSC 方式準拠では、リニア PCM、ドルビーデジタルが標準で他は、オプション扱いとなっている。パル方式準拠では、リニア PCM、ドルビーデジタルと共に標準になっている MPEG、オーディオ画素 E などの音声は、日本製のプレイヤーやソフトでは、音声が出ない場合もある。DVD プレイヤーや、 DVD レコーダーと、ほとんどの DVD 対応機器での再生が可能。PC 搭載の DVD ドライブでも再生が可能であることが多い。また、一部の DVD ドライブ搭載ゲーム機でも再生できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。